兵庫県競馬組合。兵庫県競馬組合は、そのだけ馬場と姫路競馬場の2カ所の地方競馬を主催する一部事務組合である。兵庫県姫路市及び甘笠市の一県西で組織されている。組合としての運営は1981年からだが、本校ではそれ以前に兵庫県で施行された地方競馬についても包括的に取り扱う。 競争体系として、長らくアングロアラブ競争場が専門であり、アラブのメッカと歌われるほどのレベルの高さを誇った。しかしアングロアラブの生産頭数が激減したこともあり、JRA、日本中央競馬会との交流を促進するため1999年にサラブレッドを導入し、JRA との条件交流競争やダートグレード、競争を盛んに実施するようになった。 アラブ在籍場の減少に伴い段階的にアラブ限定重症競争が廃止され、最後に残っていたクスノキ賞全日本、兵庫アラブ優勝も2003年度をもって廃止され、2004年6月限りでアラブ系単独競争も休止。またアラブ系二歳新場の入球も停止された。2006年にはアングロアラブ競争場の在籍等数が例となっており、 事実上アラブ場は全敗となり、現在はすべてがサラブレットのみとなった。基本は天ヶ崎市の園田競馬場で開催し、年に3ヶ月程度、主に3月、7月、11月に姫路市の姫路競馬場での開催を行うようにしていたが、2000年代に入ってから開催を次第に園田のみに集中させ、姫路での開催は年1月。 主に初夏の高に3開催程度を行う程度になっていた。2012年9月に、そのにナイター開催用証明等が整備されて、以後は全ての開催をそののみで開催しており、姫路は事実上休止状態となっていた、馬券発売については、継続が2019年度中に再開の方向で調整している。兵庫県の地方競馬場の先駆けは、 1929年に淡路島に開設された淡路競馬場である。1930年にはその代の移転が決まり、同年12月15日には早くも最初の開催が行われた。その後も順調に開催され、全国有数の売り上げを誇ったが、1939年に施行された群馬資源保護法により、軍用保護馬鍛錬競争が引き続き開催され、 1944年まで開催は続けられた。競馬開催中式間中は日本陸軍に倉庫として利用され、さらに戦後は伊丹空港に進駐した進駐軍に接収され、爆弾などの集積地として利用されたが、1946年の地方競馬法制定に伴い、接収解除されて1946年12月にその競馬場での開催復活した。 再開直後こそ非常に高い売り上げを記録していたが、経験開催によって客足を奪われ、1950年代半ばまでは売り上げ低迷に苦しんでいた。この頃、ババを利用してオートレースの開催を行ったこともあったが、こちらは短期間で開催中よされている。また、当初はサラブレッド種の競争馬も在籍していたが、当時はまだサラブレッドの生産数も少なかったため、 早い段階で、アングロアラブ系競争場のみでの競争に変更された。また競争種別は、平地競争と騎乗速歩競争だけであったが、速歩競争が、つなぎが速歩競争に変更され、さらに沖き障害を設置しての障害競争が行われるようになった。しかし速歩競争は1954年に廃止され、速歩競争用の用具類は、岩手県競馬組合に譲渡された。 低迷を続けていた入場人員や売り上げは、1960年には、その他のスタンド新築などにより上昇に転じ、やがて、大井競馬場、川崎競馬場に次ぐ、全国3位の売り上げを記録する様になった。1966年には、スタンド増築工事も完成し、全長154メートルとなった。一方、1972年頃をめどに、 ババ東側の旧稲川部分を買収して、ババ一周1200メートルまで延長する計画もあったが、こちらは実現しなかった。障害競争は1970年代前半に廃止され、以後はアラブ系平地競争のみとなった。しかしこの頃から、そのだけ馬場では度重なる不祥事に見舞われ、開催休止に追い込まれたこともあった。 その後もアラブ系競争のみ実施され、アラブのメッカと評されることもあったが、1995年に JRA でアラブ系競争が廃止された影響から、アングロアラブ種の生産数が減少を続け、アラブ系単独での競争数の維持が困難になることが予測されたため、1999年には、再びサラブレット系競争場による競争が行われることになった。その際、 バ場バの拡張工事などが行われている。アラブ主限定戦の最終レースは2004年8月17日の第2レース C13 歳以上。近年は前世紀と比べて入場人員や売り上げの減少が続いているが、2008年にはジャパンブリーディングファームズカップが開催された際には22,174人の監修を集め、売り上げも最高記録を更新した。 また JBC 開催を契機に、スタンドや、食堂の改装を行い、またインターネットサイト限定でのシゲカツ式勝ち馬、投票券の発売などを行い、ファンサービスの向上を図っている。いずれも、その打け馬場を、このか2008年には、JBC スプリント、JP ニー、ダート1400メートル、JBC クラシック、JP ニー、 ダート1870メートルが開催されている。全競争がアラブ系で施行されていた時代は、菊水章、楠木章、六甲坂月を兵庫三冠としており、三冠場には朝日丸土と KSO 自然の二頭がいる。2009年春までは S1A1A3B1B3C1C7T12 歳三歳は、 t1t2 回1と細かく分けられていたが、地方競馬全体でクラス分けの統一が図られることになり、a1a2b1b2c1c2c3 の7クラス、2歳3歳は abc1c2 の4クラスに簡素化され、同時に jra、立区からの移籍馬のクラス編入も単純化された。なお、賞金ができるだけ変わらないように、小馬については、 C3 クラス以外で賞金が高い特別競争を行うようになったが2歳3歳については上級クラスでやや賞金が減額されている。これと同時にポイント制も導入され競争場の昇級、高級が分かりやすくなった。CS 中継ではクラスのアラビア数字を1、2、3と呼んでいる。ただし2007年は C 級以下だけ先行して2008年と同じ配分になっていた。また、2011年から2014年までは C 級小バに限って合計135、割合は100から18から9から5から3に引き下げられていたが、売り上げが幾分回復したために2015年から他のクラスと同じ配分に戻された。フルゲート12等だけ2003年からは、 姫路競馬場で JRA の場外発売も行っている姫路場外、後にウィンズ姫路と名称が改められた。2003年度は毎週日曜のみであったが、2004年から土日に拡大された。2013年以後はシステムの整備が進んでいるところから順次、地方競馬の券売機を使用した J プレイスを導入しており、2019年9月現在では、 下記のも会場で発売が行われている。元所属騎手、2004年度の中央競馬新規騎手試験に合格した、小牧太志、赤木高太郎、2006年度試験に合格した、岩田厚生の3騎手は、兵庫県競馬の主軸ジョッキーとして活躍していた。かつては、他の地方競馬から、兵庫県競馬へ移籍してきた騎手に対しては、一旦騎手免許を返上した上で、 休務員として約1年間廃止された競馬場の場合は6ヶ月従事した後に機種免許を再取得しないと機場を認めないという内気があった。中津競馬のトップジョッキーであった有馬澄夫、高知競馬のトップジョッキー北野正弘も例外なくこの規定に従った。2006年4月からは高知競馬に所属していた中越豊光が休務員として従事し、 2007年9月20日に、騎士免許を再取得した。ただし、笠松競馬で大きな実績を上げた後に移籍した、川原昭一は所属する総和寺坂栄の尽力もあり、騎士免許を保持したままで4ヶ月間の休務員十字を経て、再デビューした。ただし2006年6月までは1日4案に制限されていた。その後、兵庫県競馬組合、 兵庫県調教師会、兵庫県騎士会の申し合わせにより、遺跡騎士は3ヶ月間の研修期間が必要との規定に緩和され、騎士免許を返上する必要がなくなった。2019年2月21日付で、高知競馬から遺跡した松木大地にこの規定が適用され、同年5月22日より、その田競馬で騎乗を再開している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。